時々あの新春砲弾というのがありますが、まあ、あの新しい年でありますので、昨日も節約について比較的自由なことを言わせていただきましたが、ここでは健康ですね、これについても同じように私の勝手な健康観というのをお話したいと思います。若干データとかそういうものじゃなくて、私がまあ健康についてどう考えているかと、まあ、いうことですね。私は特に、若い頃非常に病弱でした。どんなに病弱だったかということはよくお話をしますけども、まあ、あの高校のに入って1学期目ですね、4月から7月までにほとんど学校には1週間しか行けなかったりですね、会社に入った1年目希望に燃えて会社に入ったんですが、7月8月と全休してしまいました。そういった人間でした。そこで自分としても随分健康というものを自分ので考えるような人生でしたけれども、まあ、現在の健康問題というのは私から見てどう見えるかということをお話したいと思いますが、例えば血圧ですね。血圧は低い方がいいということで、現在では140とかですね、下が90とか80とかいろんな値が決まっておりまして、皆さん高血圧を非常に心配して、お塩を取るのを減らしたりしておりますが、日本の中でも、漬物をうんと食べてですね、いる長野県ですね、この男性が日本では一番長寿なんですね。なぜかってこと、お塩の取る量も普通の県よりずっと高いんですね。なぜかっていうのはこれお話しましたけども、まあ、血圧っていうのはどうしても人間には必要ですね。末梢の血管まで心臓から血を送るために、まあ、血圧があるわけでありますから、血をうんと送りたいと思ったらどうしても血圧を上げなきゃいけませんね。ところが若いうちはいいんですけども、年を取りますと、どうしても血管が硬くなります。この血管が硬くなるっていうのを防ぐことができるんですが、ある程度しょうがないんですね。あの私は例えばあの普通の人がですね、若い頃は 100m13 秒で走れたけど、もう今じゃもう20秒かかる。なんで？いや年取ったから、もう70歳になったから筋肉が弱くなってきた。当たり前のことですね。これは年を取って筋肉が弱くなるように血管も硬くなり骨も硬くなると、これしょうがないんですね。人間っていうものが生物ですから仕方ないですね。ですから適圧ですね、適正な圧力はどのくらいなのかということですね。もちろんあの血圧が高くなれば血管が破れる可能性あるけども、血圧が低くなれば、今度はいろいろ血管の病気になる、詰まるとか、まあそういう流れが悪くなるということになりますね。まあ、かわいそうなのが、若くてもまだ血圧なんか問題ない人があのこの頃食塩を控えて、このブログにも書きましたけど OD と言われるですね、朝起きれなくなる、お母さんから見るとなんかサボりのように見えるけども、実はお母さんが食事の時に塩の量を減らしてるからだと。何、別に40ぐらいまでですね、病気の人は別ですよ、血圧を調整することができなくなった病気っていうのは別なんですけど、病気でない人の血圧っていうのは40歳ぐらいとか50歳ぐらいまでほとんど関係ないんですね。それから私あのある時痛風になったんですね。これはあの痛風ではよくですね、贅沢病だって言うんで牛肉を食べちゃいけないとかビールを食べちゃいけないと、まあ、いうふうに昔言われとったんですけども、どうもそうではないようだってことが、まあ、これは私が自分に病気になったんでよく調べたんですけども、痛風の元になる尿酸ですね、これは体内で 80% が合成されますので、食事から来るものは 20% にしか過ぎません。しかも食事からうんと来た時には体内合成量を減らしますからね。まあ、痛風になるっていうのはそういう体質もあるんですが、まあ、あの尿酸量をコントロールして作ることが壊れたということですから、それを治さんといけないわけですね。私の感じではやっぱりお酒はちょっといけないような感じがしますね。これはあのビールとか日本酒に限らず、まあ、あまり痛風には良くないかなと思いますね。それからコレステロールですが、これもあの随分この頃言われております。昔は、まあ、コレステロールって言うと悪玉のように言われてですね、減らせ減らせと言って、この頃はコレステロールは体に必要なんだと、どうも基準値は低すぎるんだと、まあ、いうことになっております。善玉とか悪玉とかいう分かんない話も出てきたりですね、それから昔はコレステロールは血管を老化させると言いましたけど、この頃は血管を若返らさせるためにもコレステロールがいると、まあ、これも体内合成量が多いんで、まあ、尿酸値と同じようにですね、
お医者さんもちょっと勉強してほしいなと、まあ、お医者さんは比較的勉強されてますけどね、やっぱりもう少し薬屋さんの言うなりにならずに自分の見識を示していただきたいなと思いますね。それから関連したものを少し取り上げますと、野菜ですけどね、これ1日 350g 取れっていうふうに厚生省言ってますが、私この 350g の根拠をいろいろ調べたんですけど、ほとんどないですね。それは当たり前ですね。野菜を350g 1日に取った人と取らない人とこのくらい病気が違うって数字が 1.0 なんとかって出てますけどね、こんなの分からないに決まってるじゃないですか。だって普通の人は野菜を何グラム取ってるって計算してませんからね。調査自体が怪しいんですよ。それからもう一つはですね、現在の野菜のほとんどは15世紀ぐらいから入ってきた外来種ばかりですよ。日本の遺伝子の中に組み込まれてるかどうか非常に微妙ですね。例えばキャベツなんかでも15世紀くらい、さつまいもそうですしね、ほとんどのものが15世紀くらいから新しく入ってきたもので、まあ、日本古来のものといったらわずかな野菜とか根菜類ですね、まあ、そのくらいに限られておりますので、野菜を食べたら健康になるっていうのはちょっとこれ私よくわかりませんね。それからまあ私がよく言ってるタバコですね、これはまあ僕はお酒と同じものだと思うんですよ。それは毒性があるって言えば毒性がありますね。アルコールを飲めばアセトアルデヒドになりますから、お酒はほどほどにと、1日2合ぐらいいいですよと同じようにですね、タバコもニコチンがあって、ニコチンはいい面と悪い面がありますからね、まあ1日20本ぐらいにしといたらって、そういうことありますね。それからお酒も飲みすぎて、人に迷惑かけてはいけませんよと同じように、タバコも、まあ、煙をあまり人に吹きかけちゃいけませんよと、これ同じようにありますからね。こういったものは人間の嗜好品ではいくらでもあるんですね。多くの人はコーヒーの匂いが素晴らしい匂いだと言いますけども、コーヒーの匂いが嫌いな人もいますからね。ですから、まあ、こういった嗜好品はですね、人生を楽しむためにほどほどにと、まあ、いうことじゃないかと思いますね。まあ、コレステロールの少し高めな人、コレステロールの降下剤を飲んだりしますと自殺が多いんですよね。そういう点も考えますと、タバコも、まあ、吸ってる人はあまり自殺しないっていうデータも少し考えてみる必要があると私は思ってるんです。それから肥満ですね。これはメタボなんですが、日本は先進国の中で極端に痩せている民族なんですね。何しろ先進国の中で一番痩せてるんですから。まあ、せめてもうちょっと太ってですね、先進国の中間ぐらいまで持ってきていいんじゃないかと、まあ思いますね。いずれにしても、そのくらいまでは非難しちゃいけませんよね、人を。あなた太ってんじゃないのと言っちゃいけませんよね。だって我々は世界から見ればガリガリなんですから、ガリガリに痩せているメンバーがですね、ちょっと太ってる人を持ってあなた太ってるというのはちょっとやりすぎですよね。まあ、その意味では日本はですね、まあ、エネルギーを節約したり節電したり CO2 を削減したり、もうみんなで監視社会みたいにしてですね、タバコはいけない、肥満がいけないとかやってますけどね、やっぱり人生の楽しみは食事でもあるんですね。極端にものすごくこう太るとかで異常な状態はいけませんが、まあ、小太りぐらいまではですね、やっぱり食事も好きなものをほどほどに食べて、まあ、人生を楽しむと。年を取ってくるとだんだん食事も美味しくなくなりますからね、若い人はもう少し食事を楽しんだらどうかなと思うことがありますね。それから私ね、こう見てますとね、今都会に住んでる人が多いってこともあるし、まあ、田舎に住んでる人もですね、我々都会に住んでる人よりかは歩いたりしたことないってこともあってですね、私たちは生物であるってことを忘れてる感じがしますね。生物っていうのはですね、やっぱり動かなきゃいけない動物ですね。主に動物、動物っていうのは動かなきゃいけないんですよね。ですからやっぱり運動をする、つまりですね、階段が今全部エスカレーターになっちゃったんですけど、やっぱり階段登った方がいいんですよ。これしょうがないんですよね。ちょっと辛い負荷がいるってことですね。立つのも必要なんで、1日3時間以上立ってるのは非常に大切なんですね。尿の中にカルシウムが出ちゃいますからね。これは我々が生き物である動物であるっていうことから見てしょうがないことなんですね。ですから朝は早く起きて太陽の光を浴びて、時には日光浴っていうか、まあ、外に出て生活をすると。まあ、これがやっぱりですね、生き物の、私たちの生き物としての生活ですね。風に当たることも必要ですよね。まあ、そういうことが全部いるんじゃないかと思います。それからもう一つ当たり前ですけど、心が健康には最も影響が大きいですね。楽しい毎日が最も大切であって、
そのためには自分が楽しい毎日を送ろうということが大切なんですよね。自分なりの努力をし、額に汗して働き、毎日を楽しく生活しようと思わなきゃいけないんですよね。その意味で私は悲観的なことを口にするのをはばかってるわけですが、なかなか人間とは面白いもんで、口に出しますと実現しますね。ですから努力をしようという感じで、額に汗して働こうという感じで、楽しく生活しようと、美味しいものを食べようと、少し運動もしなきゃねと、まあ言うのはですね、生活をすると私はですね、本当にいい生活、楽しい生活を向こうからやってきますね。しかしいつも悲観的なこと言ったり、厳しくお酒はこうする、タバコはこうする、野菜を食べなきゃ、ビールを飲むと痛風になるなんて言ってるとですね、余計に痛風になります。私はそういうふうに思いますね。まず人間というのは非常に意識に支配されますので、せめて私がね、よく周りの人を見てて思うのはですね、楽しく生活しようと思ってないっていうような感じの人がいるんですよ。いや、本人はそう思ってませんよ。だけどもなんかね、楽しく生活をしようとしてないんですよ。あれ、あなたはもっと楽しく生活しようとしたら、美味しいものを食べて、気軽に考えて、他人の言うことなんか気にせずに、自分なりに努力してやったらどうかなと思う時がよくありますね。国家天下のことをあまり考えすぎたり、それからまあなんか世界が石油がなくなるから私が節約するなんて言ってますけど、いや石油はもともとなくなりませんが、仮に世界の石油に影響があるとしてもですよ、まあ自分は65億分の1だから、まあ別にそんなに深刻に考えなくていいよというぐらいの構えの方がですね、私はいいように思いますし、決して不道徳なことではないと、そういうふうに思いますね。むしろ私はですね、世界65億人もいるのに、自分一人が何かエネルギーにも関係し、地球温暖化にも関係しているというふうに思うことの方がですね、若干何か増長してるって言ったらちょっと言い過ぎですが、あまり人間らしくないなと、まあ、そういうような感じがします。